故を認めたため殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、現場には刃渡りおよそ20センチの血のついた包丁が落ちていたということで、男子生徒は私がしたことに間違いありませんと供述しているということです。また羽賀さんから頼まれて刺したことをほのめかす内容の供述もしているということです。昨日は羽賀さんと連絡が取れなくなったことから交際相手や仲間が探していたところ、友人の男子生徒がスマートフォンの無料通信アプリで居場所を伝えてきたということです。そのため交際相手や仲間が駆けつけると羽賀さんが倒れているのが見つかったということです。当時の様子について近くの住民は、8人から10人ぐらい、結構こう一塊の人が